必ずやろう日本最高安谷隆ですこの動画を見てなるほどねなんて思ってくれたらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします、えー、まず最初に一つ宣伝をさせてください大阪に拠点を置く投資会社のサクラインベストさんが太っ腹にも私の無料のオンラインセミナーを実施してくれることになりました7月9日の20時からですがアーカイブとして2週間は残してくださるようです、えー、為替相場の動きをどう見るかと題して目下の為替相場を作り出している諸要素について説明いたします 概要欄に申し込み先のリンクをつけておきますのでぜひご参加ください7月3日のデイリーニュースをお伝えいたします産経新聞に中国がフィリピン近海に国産空母3島を派遣領有権で対立威嚇狙うとの記事が出ましたフィリピンの首都マニラのあるルソン島の西約360キロにですね、まあ、空母3島を派遣しフィリピンに対して軍事的な圧迫を加えてきたということなんですね 空母3頭の機機である J-15 戦闘機、えー、これはまあ中国の中にあっては、えー、最新型の戦闘機になるかと思うんですが航、まあ、続距離が 3500km あるとされているので、えー、もういつでもフィリピン攻撃できるぞと、えー、マニラを攻撃することだってできるんだぞと、まあ、そういう威嚇になったのは間違いないところですこの件を伝えたラジオフリーアジアは中国福旦大学のテイ・ケイエ教授が えー、空母3頭が、ね、J15 戦闘機を搭載でき各種の遠距離対地打撃兵器があるため、えー、フィリピンの首都は中国側の打撃範囲内にあると主張した、えー、こういうことを伝えています、まあ。大学教授の発言を使いながらも これはフィリピンに対して圧迫を加えるというこういう意図を持ったものであるということは分かりますよねラジオフリーアジアはまた中国メディアのフェニックスネットを引用して、まあ、事態を受けてアメリカは中国とフィリピンの構想部にそれぞれ電話をしフィリピンには中国に屈しないようにと、まあ、伝えているんだけれどもフィリピンのマルコス政権は中国とフィリピンの紛争が適切に処理されなければならないとして まあ、融和的な姿勢をそれが真実であるるかのように伝えているということがあります、まあ、これもまたですね、まあ、マルコス政権が今一つ強気になりきれないというような感じで報道をすることによって、えー、このフィリピン国内にこの動揺をもたらせようみたいな感じのことの意図が入っているのではないかと思われます。 さて1999年ですがフィリピンはセカンドトーマス賞のこの主権の主張これを、えー、ずっとこうやっていくということのために、まあ、老朽化一石をですね、まあ、このセカンドトーマス賞に意図的に座礁をさせて この船にフィリピン軍が立てこもって、まあ、中国に対抗できるようにする、まあ、そういう拠点として活用するということを始めましたでこの座礁した老朽艦への物資の補給を、まあ、邪魔する中国の行動のレベルがですね、まあ、最近かなり高まってきて、えー、非常にこの危険な行為も行うようになってきたわけなんですね。 で例えばなんですが先月の6月17日には南シナ海でフィリピンが実行支配するセカンド・トーマス省の海域においてフィリピン軍の船が中国海警局の船から攻撃を受け、まあ、フィリピン軍の銃がです、ね、奪われるという事態も生じまた軍人1人がまあ大けがを負う、えー、こんなことも起こりましたでフィリピン軍側はです、ねまあ、3隻の小型船、えー、そのうちの2隻は あその空気を膨らましてえこう作るようなまあゴムボートのようだったんですがこれでこの補給作業をやろうとしているところに中国側がまあ8隻の船ゴムボートの類のものも含めてなんですけれどもこれでえ邪魔立てする動ききに出てきましたえフィリピン軍のまあ先ほども言ったその空気で膨らませるゴムボートこれに対してまあナイフや槍をですね突き立てて空気を抜こうとする動きに出たりとかあるいは。 えー、積まれているですね、えー、銃を奪い去るというようなそういう動きも出たりとか、まあ、そういうことでもって、まあ、中国側がさまざまな狼藉行為を行ったわけなんですけれども、えー、この狼藉行為に関してはフィリピン政府は動画を公開して、えー、世界に対して、まあ、中国はこんだけひどいことをやっているんだということで訴えていたりもします。 でフィリピンはこの中国側に対して、まあ、こうした行動というのは海賊行為に当たるんだということでもってえ損害賠償を求めるえそんな動きにも出ていますただこれに対して中国外交部はえフィリピンは侵害と挑発をやめるべきだというふうに発言をし中国側の責任を一切認めないえ自分たちこそが正義でありえおかしなことをやってるのはフィリピンなんだと、まあ、こういうふうに主張する動きに出ているわけです 中国が南シナ海においてですね、まあ、これまで九段線と呼ばれる現実離れした境界線を一方的に主張してきたということは、まあ、よく知られていますがこれ、昨年の9月にこれがさらにですねもう一段強化されて縦断線に領域が広げられているというのは皆さんご存知でしょうか。 でしかもこの銃弾線が敷かれたのはですね台湾の東側の日本の,この八重山諸島辺りのところここまで俺たちの領土なんだみたいな感じのことを言っているわけですからなんとこれは日本の領有権と真っ向から対立するものになっているわけなんですよね。 ところが日本の国内メディアでこの問題をきっちり取り上げたのはまあ私の調べ方が悪いせいかもしれませんが産経新聞くらいしかなかったんじゃないかななんていうそんな感じがしています。そそもそもも国国際仲裁裁判所はですね、まあ、中ののののこの一方的な球団戦主張というものを、 もう全面的に否定をするという、まあ、そういう判決を出しているわけなんですが、まあ、中国はこの決定を紙くず扱いにしてですね全く受け入れていないという状態になっています。でセカンドトーマス省の海域においての中国の行動はこの球団線や縦段線の主張というものが正しいことを前提に、まあ、しているものということになりますから、えー、国際仲裁裁判所に否定されたあその論理に基づくということで。 これはもう国際法に違反していると言わざるを得ないわけですで当然ながら中国はこうした国際法違反というものを全く気にすることはなくフィリピンに対する軍事的圧迫というものをエスカレートさせていますフィリピンのロマールデス中米大使はですねフィナンシャルタイムズのえインタビューに答えて南シナ海の岩礁をめぐる争いがアジア地域全体が完全に巻き込まれる争いになりかねないとのえこんな警告を発しています ロムアルデス駐米大使はアメリカとフィリピンとの軍事同盟である米非相互防衛条約に基づいてアメリカがどの程度動くつもりでいるのかを中国側は挑発を通じて試しているのではないか、まあ、こんな見方を示していますさて現在私たちはです、ね、台湾海峡をめぐる問題がこの東アジアの最大の,この安全保障上の問題であるこんなふうに一般的に見なしているわけなんですが。 ロムアルデス中米大使はフィリピンをめぐる状況の方が台湾よりも危険なのではないかこんな認識を示しているわけですカート・キャンベル米国務副長官は米非総合防衛条約の発動条件についてまあ名言は避けるというこういう感じではあるんですが今回の危機というのは中国の挑発行為が原因であり これが世界経済に壊滅的な打撃を与える紛争の火種になりかねないんだという警告を発しています。で、こうした形でもって、えー、この緊張関係が高まっている中にあって、まあ、今回のこの中国の空母3島の怪しい動きが出てきたという、この文脈をよく理解すべきだと思います。で、南シナ海がもうこれは完全に中国の海なんだということになれば、 まあ日本にですね石油や天然ガスが安定的に届かないという問題がまあ生まれかねないっていうことがありますよね。でところがこのシレーンとしてですねこの石油や天然ガスがこう届かないみたいな感じのことによくこう限定されて話されているんですが問題はそんなものにとどまらないということをよくよく理解すべきだと私は思っています。というのは。 日本と、えー、この東南アジア諸国との貿易というのが、えー、この南シナ海を通じて行われている以上、えー、この貿易がですね常に中国の顔色を見ないと進められなくなるということを、えー、これは意味するからなんですね。この点を私たちはちゃんと意識して見ておかなければいけないんじゃないかと私は思っているわけです。 フィリピンは昨年、米軍に新たに4つの国内基地への立ち入りというものを許可しましたですが、こうした基地が台湾有事の際にですね、米軍の利用が可能であるのかどうかということについて、フィリピン政府はまだ明言を避けています。では、このような状況に対して、私たちはどう対処すべきなんでしょうか。昨年11月にですね、岸田総理は新たに創設した OSA。 政府安全保障能力強化支援これをフィリピンに対して初適用し海洋の監視用レーダーなどをこの供与するということを決めました岸田総理はフィリピン議会で演説を行い現在国際社会は歴史的な転換点にあり私たちが当然のように享受してきた法の支配に基づく国際秩序は重大な危機にさらされていますとして力による現状変更を試みる動きが 中国やロシアで強まっていることを案に批判をしましまたでその上で2月のマルコス大統領との間で法の支配に基づく自由で開かれた国産秩序の維持強化のために連携することを確認いたしましたと、えー、こういうふうに語りこの西側の価値観を力による現状変更を試みる動きから守っていく、えー、こういう姿勢を示しました今や日本とフィリピンは準軍事同盟化した。 こんな風にも言われていますで日本は現在フィリピン以外にも、えー、OSA に基づいてですねバングラデシュ、マレーシア、フィジーにも沿岸監視レーダーやあ救難艇ドローンなどをですね供与するということで合意をしています。またベトナムとジブチを、えー、新たな OSA 供与の、えー、この候補国として、えー、現在調整をしているという状態です。そして来る7月8日日にははですね日本とフィリピンは 外務防衛担当閣僚会議いわゆる2プラス2これを開いて自衛隊とフィリピン軍の共同訓練をしやすくする円滑化協定これの署名を今目指しているんですね。この岸田政権の国際平和に対して積極的に貢献していこうとする方向性は私は正しいものとして評価すべきではないかと思います。中国の横暴を 日本アメリカ台湾フィリピンマレーシアベトナムこれらの多国間連携によって抑え込むというのは私は最も正しい戦略であると思っているからですそしてこうした国際連携をより柔軟に行えるようにするためにも憲法改正の道筋をつけることが ますます重要になっている、えー、そんな風に言えるのではないでしょうか、えー、最後に再度宣伝をさせてください大阪に拠点を置く投資会社の桜インベストさんによる、えー、私の無料オンラインセミナーは7月9日の20時からです、えー、概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、ぜひご参加ください、えー、必ずやろう日本最高朝霞豊でしたチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたしますまたベルマークの通知設定をすべてに切り替えていただきますよう合わせてお願い申し上げます